はい、こんにちは、こんばんは、豊洲商店です。次と言いますか、これはあれですね、インド水槽ですね。まあいろいろスリランカ便とか、ウェンティとか、上畑インド便のマハラシュトラとか、あとあれですね、バース便のクリプトコリネのルーケンスとか、まあラゲナンドラとかも一応入れてるんですけれども、まああんまこれも変化ないですね。ぶっちゃけこれもメンテナンス前なんですけど、まあ全然苔もないし、まあ、ガラス面多少汚れてるんですけど、まあそれ以外は全くと言っていいほど苔もなく、まあちょっとアポノゲトンがですね、ちょっと調子を落としたなっていうところはあるんですけど、それ以外は基本的に全く問題ない状況なんで、まあこの水槽に関しては何も、まあ、水替えするだけですかねって感じで、やはりなかなかうまくいったなというか、まあ、やっぱクリプトがこんだけ生えてるとなかなかね、その水質も悪化しない。まあちょっとね、そのクリプトもやっぱ時計があるんで、時計が始まるとどうなるか分かんないんですけど、まあ時計が始まってない状況であれば、まあこんな感じっていうところなのかなというところですね。まあまあ魚入れてないってのもありますかね。この水槽エビだけなんで、まあエビだけであれば、まあそんなにその餌とかもあげてないんで、苔になる成分もまあないというところなのかなと思います。いやなかなか、まあなんか栄養が足りてないっていう感じもないんですよね、こっちに関して言うと。色もまあ悪くないし、特にこっちのウェンティ、まあ、ウェンティちょっとね、色が若干どうですかね、まあいい、結構トラ柄で、トラ柄入ってていい感じではあるんですけど、まあシュートも出てていい感じではあるんですけど、どうですかね、見た感じはいい感じで、でまあちょっといろいろね、アポノゲトも増えたりなんかしてていい感じなんですけど、まあ、ちょっとね、黒ひげ苔がこの真ん中の石のところに大量についてしまってるというのが、まあ傷ではありますかね。上から見るとこんな感じで、ここが結構あれですね、苔がついちゃってあんまり美しくはないんで、まあ、ちょっとやっぱ高度が高いのかなって気はするんですよね。全部砂利なんで、全部砂利なんでちょっと高度が高いかなと。まああれですかね、ちょっとその CO2 を入れる、まあ CO2 が切れてたんで、多分おそらくこの1ヶ月ぐらい、まあ、その影響で pH が結構上になっちゃってるっていうのも影響あるのかなと思うんですけど、まあでもルーケン、ウェンティに関しては結構トラカラでいい感じですよね。これやっぱかっこいいっすよね。わざわざルーツから送ってもらったんで、なかなか、いやはや、まあ、結構アポノゲトンからあれですね、種が飛んでなんか勝手に前面の方に生えてたりしてますね。ムカつくんで海面に植えちゃいましょう。本当にこれ手間のかかんない水槽ですね。まあ、一番手間がかかったのが外部式フィルターっていうオチですよね。一回底が割れちゃったんで、だからまあそれ以外は本当に全然余裕で何も手がかかんないんでいいっすよね。特にこのウェンティが本当にいいですね。なんかね、レキっていう全然栄養分のない玉砂利みたいなやつを敷いてるだけなんですけど、割合うまくいってるかなと
いう感じですね。まあ、ということで、おそらくこの水槽がメンテナンス、どうなんだろうな。まあ、でも、とりあえずこんな感じで。まあ、やっぱクリプトは放置いいですね、やっぱり。ちゃんとモコモコ度合いが増えていくんで、なんか、まあ、駅のみたいに臭をたくさん出すこともないので、やっぱそこら辺大変いいんじゃないかなと思います。ということで、まあ、ちょっと短いですけど、豊洲書店でした。もうちょっとこっち映すか。やっぱウェイティいいですね。なんか虎柄が入ってて、虎の版があるんで。まあ、私もウェンティきちんと栽培するのこれ初めてなんですけど、なかなか綺麗でね、やっぱりまあ人気になる理由分かりますね、こんだけ綺麗で。なかなかいいんじゃないでしょうか。ということで、豊洲商店でした。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いいたします。失礼いたします。